よだかはなぜ死を選んでまでも自分の名前を捨てなかったのかな。そういえば読みましたよ、あなたの本。なかなか感動しましたよ。すごいよ、映画にしたいって話が来てて。葛藤しながらも堂々と立っていて、きっと頑張ってる人なんだろうなって。これ。何ですか？プレゼント。でも愛子ちゃんが化粧に興味持つなんて珍しいね。行こう。よだかは実に醜い鳥です。おい、お前ら、なんてひどいこと言うんだ。ひどいことって。ここに今まで悩んでたやつが書けそうな気がする。あなたなら私の左側を否定しないと思ったから。うん、嬉しい。10代の頃から付き合ったり別れたり繰り返してて、彼の本命は映画なんですよ。私と付き合ったのは映画監督としての好奇心ですか？夢みたいでした、あなたに会えて。まあ僕は多分どんな先輩でも好きですけどね。